おはこんばんちは、海幕広報室の荒木二層です。今日は隅田トリフォニーホールにやってまいりました。今日は東京音楽隊の演奏会が行われるそうなんですが、すごい声ですね。ちょっと話を聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは、海幕広報室です。貫爪の撮影でやってまいりました。自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、東京音楽隊初の男性ボーカルの橋本二層です。初の男性ボーカル、これは深掘りしがいがありそうですね。それではタイトルコール行ってみましょう。東京音楽隊の新人歌手橋本耕作二等改装は2021年9月に技術改装として入隊後、同年12月に東京音楽隊に配属されました。入隊前はプロのテノール歌手として活動していた新人といっても超本格派のボーカリストなんです。貫爪。技術改装とは海上自衛隊で必要とする保有者が少ない資格免許等保持者を即戦力として採用する制度です。募集人数の多い自衛官候補生や一般装候補生として採用されたものは2等海士からキャリアをスタートさせます。1等海士、海士長、3等海曹を経てようやく2等海曹となるのです。一方、橋本二層は技術海曹として2等海曹の階級で採用されました。語学能力や国家資格、演奏技能もこの対象となり、東京音楽隊には現在3人の技術改装が在籍しています。貫爪。歌を歌っていないときはもちろん日々の執務など歌とは関係のない仕事もこなしています。自衛官になって大変だったことはあるのでしょうか。階級という感覚ですね。これやはり民間の時はそれなりにやはり先輩とか後輩とか同僚とかそういうものは感じるものはありますけど、自衛隊というのはもうそれが明確化されている、目で見える、やはりその感覚は入った当初はやはりわからないところがありまして、今年でまあ1年過ぎて2年目にこれから入るんですけど、先輩方を見てこのように振る舞うんだなとか、こういうことが必要なんだなっていうのを意識するようになりましたね。自分は生き方として誠実であるっていうことを常に考えてます。はい。とにかくいいやつ。同期からもすごい慕われていて、お兄ちゃん。お兄ちゃん的存在でしたね。一回声かけたら持ってたもの全部落としたことがあったから、そんなにビビらなくて。テノール歌手らしくないぐらい真面目な人。1年経ってどうですか。もう随分立派になりました。随分立派になりました、はい、まず即戦力、即戦力とやっぱり技術改装っていう技術の破壊力、彼の声、やっぱり人を絶対に引きつける、心をつかむっていうあの技量というか音楽性というか、私もすごいなと思いながら聞いてます。歌では即戦力でも自衛官としては2年目、戸惑うこともたくさんありますが、周囲のサポートを受けてひたむきに勤務しています。貫爪。東京音楽隊には三宅二層という女性ボーカルが在籍しています。お互いの存在をどう感じているのか、それぞれにインタビューしてみました。同じパートがいるっていうことが初めての、私も初めてなので、最初は彼もすごい緊張してて、三宅二層お話ししてもよろしいでしょうかみたいな気をつけして話しかけてくれてたんですけど、最近はなんかこう対等な関係というか、違う場所で同じようにこう歌手として経験してきた、同じ土俵でやってきたっていう一人の歌手として、とても刺激になりながら成長し合えてる、とてもいい相方っていう感じです。もう三宅二層にはですね、もう普段から大変お世話になっております。もう本当に三宅二層の存在があったから、本当に音楽隊に、自衛隊というところに歌というね、新しいものが生まれて、
そして約もう10年以上経って、で初めて男性のボーカルというものが正式に採用されて、で今お互いに音楽で交流できているので、それは本当に自分を高めるという意味でも、またこの音楽隊に新しい何かをという意味では前向きにも取り組ませていただいておりますね。それぞれの経験を共有して日々切磋琢磨しているんですね。貫通で、さあ演奏会に向け、まずは本番と同じ流れでリハーサルを行います。ストレッチや発声練習は念入りに。自分がやっぱり歌ってきたのが、音楽大学で声楽を勉強して、オペラ歌手を目指しながらずっと生きてきたので一人の高校時代の友人がいまして、その彼が音楽大学で声楽を専攻して先に行ったので、私はそれを追っかけるような感じで声楽の道に進みましたね制服を着るというのはやはり自衛官になるということでもあるので、私は音楽家ではなく歌を歌う自衛官だったり、音楽を奏でる自衛官という気持ちになります。リハーサルを終えた先輩方にもお話をお伺いしました。橋本二層、どんな人でしょう？すごい誠実な男です。歌の人間って近寄ってきたらわーって騒いでて大体わかるんですけど、そういうふうに無駄に騒ぐことのない静かなしっかりとした男ですね。橋本君はまだコンサート回数がまだ何回もやってないので、ちょっとどれぐらいの実力かまだ計り知れないところがあります。オペラは確かにうまいと思うんですけど、他の曲もね、いろいろ歌っていきたいなとこれからも思ってますので、皆さん期待して聴いててください。本番5分前、今回は橋本二層のソロがあるのですが、少し落ち着きがない様子。緊張は絶対するものだと思っています克服することはできないと思っているので、事前にできる限りのことを全部やって、もうあとは本番前に緊張を受け入れて、あとは凛として立ち向かう、それですね さあいよいよ橋本二層ソロでの出番です。ちなみに今回の聴きどころは歌の最後の部分、テノール歌手の本領を発揮する特に高い声だそうです。それでは橋本二層の素晴らしい歌声をお聴きください。橋本二層もほっとした様子。素晴らしい歌声でしたよ。とまだ終わりではありません。アンコールで三宅二層とのデュエットが控えているのです。それでは2人の素晴らしい共演もお聞きください。Thank you.
奏、三宅二奏、そして東京音楽隊の皆さん、お疲れ様でした。缶詰。今回の動画いかがでしたか？高評価とチャンネル登録